ネット上の情報がソースになるんだけど、あのアメリカ政府がまたまた軍事的な追加支援を台湾に行うとの情報をキャッチしたよ。台湾といえば、中国にかなり圧力をかけられて、ロシアのウクライナ侵攻もネタに今度はお前たちの番だと中国からかなり脅されている状況なんだよね。そんな中でも台湾政府の関係者は意外と冷静らしいな。なんでも中国軍はそこまで強くないという見方も出ているようで、さらにはアメリカの軍事支援があれば、問題なく中国軍を排除できると台湾軍の関係者が自信を深めているとの情報も得られたぜ。うんうん。それじゃあ、台湾は中国軍との対峙に向けて、どのような戦略を抱いているのかな？中国軍を弱いと言い切れるだけの根拠は一体何なのか、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さて、台湾軍において自力だけで中国軍を排除できると公言したことは、一度もないんだよね。そのバックには、軍事的支援をアメリカが行ってくれる、あるいはアメリカ軍が一緒に台湾有事に立ち向かってくれる、という安心感があるようなんだ。とは言っても、アメリカと中国が直接対峙するようになれば、それは明らかに第三次世界大戦だろうし、ロシアと中国の枢軸国と、アメリカやイギリス、それに日本などの自由主義国が世界各地で戦争を繰り返す、かつての第二次世界大戦を彷彿とさせる時代がやってくるんだよな。第二次世界大戦を避けたいのか、アメリカは台湾有事に際して直接防衛に加わるとの表現はせず、周辺地域の安定化を図るために出撃するとしているよ。台湾を守ることが周辺地域の安定化、と意識しているならば問題はないと思うが、実際のところは不明だな。じゃあアメリカは台湾有事をどのように捉えているのかな？2020年9月にアメリカ国防総省は中国の軍事力についての年次報告書を公開し、中国の海軍力はアメリカを凌駕しており、すでに世界最大の海軍を保有していると発表しているよ。同様に、アメリカ海軍大学校やランド研究所などのシミュレーションでも、中国が台湾に侵攻した場合、中国海軍が勝つという結果が出たとのことが、なんとアメリカ国内のニュースとして報じられたんだ。それを額面通り取ってしまうと、アメリカは大丈夫なのか？と思いたくなるよな。しかし、ここで考えなくてはならないのは、彼らがなぜこうした発表を行うのかという理由だぜ。そもそも、彼らがやっている戦力分析やシミュレーションの目的はただ一つ、連邦議会に対してもっと艦船を購入してくれるように説得することにあるわけで、実際に中国海軍の実力をかなり見極めていると考えていいだろうな。そうだね。例えば、アメリカ国防総省の言う世界一の海軍とは、総合の艦船数などを指しての表現だけど、そこには個別の艦船の能力は加味されず、あくまで数量だけの判断だよ。実際にその戦力を個別に評価していくと、アメリカの攻撃型原子力潜水艦は世界トップの攻撃力を維持しており、最新鋭のシーウルフ潜水艦が3隻あれば、台湾海峡のすべての中国艦船を撃沈できると積算できるぐらいなんだ。どんなに艦船数が多くても、かっこ撃破すれば問題はないわけだね。そうだね。さらには、中国海軍の実戦経験のなさを考慮すべきとの意見もよく聞かれるよ。通称人民軍といえば、数多くの戦争において負けなしとのイメージが広がっているけど、それは中国よりも規模の小さい国への軍事作戦を行ってきたことで、結果的に勝てる喧嘩しかしていないと考えてもいいんだ。中国海軍においても、実戦経験はもちろんないし、だから、敵の船を沈めたことがないんだよね。もちろん中国海軍は艦船の数を増やしているし、その性能も向上していることは事実だよ。制度化された組織やピカピカの制服などを見ると、中国海軍が劣気とした能力を持っていることは事実ってわけ。それでも、彼らが他国の公式な海軍の船を沈没させたことはないという事実には変わりないわけだな。近代史において他国の海軍の艦船を沈めたことのない海軍が、戦闘に勝った試しはないという事実は、たとえ中国海軍でも覆すことはできないはずだぜ。中国軍全体の状況はどうなっているのかな？そもそも台湾を支配するためには、陸軍というよりは空軍がいかに制空権を確保できるか、その上で中国海軍が制海権を確保して上陸用艦艇を問題なく運用し、台湾に中国陸軍を送り込む、ということが作戦成功の鍵を握るからな。実は、この制空権と制海権が問題になるんだが、特に制空権は、アメリカの支援によってかなり中国空軍はダメージを受けるのではないかと言われているぜ。アメリカも制空権の確保については特に関心があるようで、アメリカ国務省は2022年4月5日、台湾への支援強化策として、台湾への地対空ミサイルパトリオットの運用、維持に関する技術支援と関連装備の売却を承認し、アメリカ議会に通知したことを発表しているよ。アメリカ国務省の発表によると、台湾関係法に則ったアメリカから、
台湾への技術支援と関連装備売却の規模は9500万ドル約117億円に上るとされ、バイデン政権になってからを見ると、2021年8月に 155mm 自走榴弾砲 M109A640 両と、支援車両など合わせて約7億5000万ドル約930億円を売却する契約が結ばれるなど、空陸両面において台湾への支援が進んでいるイメージがあるんだ。これだけの兵器があり、かつアメリカから売却された最新鋭戦闘機の配備もなされている実情を見ると、常識人なら大きなダメージを受けてまで台湾侵攻を行うのか、と侵攻を躊躇するはずだとの見方が広まっているようだな。そもそもアメリカは、バイデン政権が打ち出した国家防衛戦略において、中国を最も重大な戦略的競争相手と位置づけており、中国による台湾軍事侵攻の抑止力を強化することを重視しているよ。だから今後も台湾関係法に基づき、台湾が自衛のために必要とする武器の供与や防衛支援を進める模様だね。その点、アメリカ議会でも台湾支援については超党派の支持を得ており、今後の支援についても議会の承認は問題ないと見られているんだ。アメリカによる台湾への兵器支援に対して、中国外務省報道官は2022年4月6日の定例記者会見において、アメリカの行為は台湾海峡の平和と安定を損ねるものであり、断固反対し、強い非難を表明するとコメントを発しているみたい。さらにアメリカには売却計画の撤回を求めるとともに、強力な対抗措置を講じ、中国の主権と安全を守ると述べ、今後何らかの対抗措置を取るとしているね。そりゃそうも言いたくなるよね。物量に数を言わせるのが戦略と考えている中国であっても、一機数億円もする自国製戦闘機をガンガン墜落させられては、メンツもあったものじゃないだろうし。そうだね。今回、アメリカから最新鋭版が提供されるパトリオットパック3は配備以来、世界の軍事情勢の変化などに対応するため、各種の改良が施されていて、湾岸戦争時代の初代から数えて、3代目にあたる大規模改修が行われている最新鋭機種となっているよ。日本でも、航空自衛隊が導入しているのはこのパック3形態で、北朝鮮による弾道ミサイル発射に対応するために運用されているんだ。そして台湾空軍においては、現在200発のパック2を保有しており、中国軍が台湾に標準を合わせているとされる短距離弾道ミサイル SRBM 東風11への対抗手段として運用されているね。ちなみにパック 2MIM-104C は目標に接近して自らを爆発させ、破片を散乱させることによって目標を破壊する近接侵犯方式であったため、湾岸戦争時にスカッドミサイルに命中しても弾頭の機能がそのまま無力化できずに、落下して被害が出る場合があったとも言われているな。パック2の反省を踏まえて改良されたパック3は、航空機などへの攻撃時は近接侵犯方式を、弾道ミサイルの攻撃時は弾体全体を目標の弾道ミサイルに直接衝突させ、その運動エネルギーによって目標を粉砕破壊する方式が採用されたことで、より目標の破壊能力が強化されていると言われているぜ。昨今の戦争では、まず相手国の対空攻撃能力を無力化するところから始まるのがセオリーとされていて、現にロシアもウクライナ侵攻に際してはウクライナの対空攻撃能力を無力化するため、ミサイル攻撃や空軍機による攻撃から改善したことが知られているよね。でも、ウクライナ軍は制空権を明け渡したわけではなく、元から予測して既得化していた戦力を持って反撃を開始し、西側諸国から支援を受けた地対空形態型ミサイルスティンガーなどを使用して、ロシア空軍に制空権を渡すことなく戦況が推移しているんだ。このような状況を見て、中国軍は台湾侵攻作戦の見直しを考えているのかもね。簡単に制空権を得られるわけではない、そう考えているのかもな。今回、アメリカ議会において承認された台湾支援では、台湾軍のパック2をパック 3MSE にアップグレードする費用がその大半と思われ、完了すれば台湾の防空システムの性能が大きく向上すると言われているよ。このような実情を見れば、台湾軍が中国軍の実力を格下に見ても問題はないと思うよ。アメリカが、ここまでの支援を惜しみなく行ってくれるのであれば、アメリカという親軍の影をちらつかせながら中国を威嚇することもできるし、実際に防衛能力を強化することもできるからね。とは言っても、中国がこのまま手をこまねいているとは限らないよね。ああ、ロシアがウクライナに侵攻したように、タイミングを見て台湾侵攻を行う可能性はゼロではないし、台湾ではなく尖閣諸島に侵攻する可能性だってあるからな。そして、その動きにロシアが一緒になって行動を起こすこともあり得るだろうぜ。中国は尖閣諸島へ、ロシアは北海道へ、限りなくその可能性は低いとしても、その可能性が日々高まっていることだけは自覚した方がいいよね。
台湾のことが他人事に思えない、日本はそういう状況下に置かれていることを再確認してもらいたいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。